梅ちゃんだよ。はい、ということでね、ただいまね、16時なんですけども、はい、今起きました。友達とね、久しぶりにちょっと飲みまして、朝のね、7時ぐらいまでね、ちょっと飲んでたんですけどね、編集が間に合うかな。ということでね、飛ばしていきたいと思います。今日ご紹介するのはこれで、カレー大根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 はい、くるくるきまって大根へい大根くるくるイエイちょっと、コーヒー用意しないと、コーヒー用意しないけど、ブラックだからちょっと苦いんだよね。うん、ちょっと苦いんだよね。おしゃべーってね、おしゃべーってね、あなたやばいね。えいすげえな、おいえいこんにちはこんにちはえい、すごいな、大根おい。はい、ということでね、今日ご紹介したのはカレー大根なんですけどね、皆さんね、こちら見ていただきたいんですけども、桜大根。うん。これはね、駄菓子の定番になります。結構ね、僕大好きなんですけどね、まあ、嫌いな人もいるかな。で、まあ、今これの、まあ、カレーバージョンみたいなね、のがね、たまたま見つけたんですよ。うん。全然想像つかないですよね、味がね。だからね、こっちは美味しいのは分かってるんですけどね、こっちがね、どうなっちゃうのかっていうね、ところなんですけどね、僕はね、体を張って試したいと思います。ね、裏面はね、こんな感じになってます。もう、見た目はね、でっかいたくあんみたいな感じになってるんですけど、ちょっと食べてみましょうか。うわっ、なんだろう、カレーの上に乗っけた福神漬けの匂いがします。まあ、なんか匂いだけでご飯が食べられそうな感じがしますね。じゃあいただきます。まあ一言で言うと、カレーの上に乗っかってる福神漬けの味がしますね。まあ正確にはね、福神漬けをね、そのカレーの上に乗っかってるじゃないですか。その福神漬けをこうスプーンで取った時にちょっとこう若干ね、カレーがついてると思うんですけど、それをねこう食べた時のね感じっていうかね、あの感じの味がしますね。なんかね、ほんとご飯とこれがあればね、あのご飯が進んじゃうようなね、味がするよ。うん、やっぱこっちの方が甘いわ。カレー大根でした。バイバイバイ。